ヤンパレ海賊真夏の大公開、はい、でなんかコンセプトライブみたいなのしたくて、あ、そうそう、そういうことです。ちょっと劇っぽいみたいな、うん、なんかあの間によくコントとかまんまで挟んでるじゃないですか。それももうがっつり海賊見て統一してセリフパート入れた曲とかもやってみたくて、衣装のイメージが途中で変えたくて、途中でその悪いことしてた海賊が改心して海賊っぽい衣装からちょっと可愛い青春派みたいなやつに変えたくて、色鉛筆じゃなくてあるんですけど、こっちが最初海賊で赤と黒、この辺が黒で、実現するか分かんないですけど、理想はこの黒上からつけるみたいになってて、黒の汚しがピッて取ればただのデニムのスカートになる、がっつりキラキラアイドルみたいな衣装が着たい、着たい、すごい短いやつ着たい、ミニスカートってことね、はい、私はミニスカートで、こんな絵描いても下手すぎて何の意味もないって思うから、今日の中で一番ないの、え、本当ですか？どれ？お前は何を描いてるんだよ、ゴミみたいなあったよ。いや、全然伝わるよ、あら、めっちゃ小屋みたいな、最下位は月なんだ、月ちゃんに言われた、何と下手って、ちゃんと見せやっこしてから見るようになった、そしたら白黒がはっきりつく、お願いします、まあ、あーめっちゃ可愛い、ありがとうございます、と悪い位置が可愛い、あ、めっちゃ可愛いです、ありがとうございます、超理想、こんなの、こんなおしゃれなやつつけてもらえるんですか、うん、すごい、ありがとうございます、美味しい、だいぶ変われそう、こんなのさ、笑っちゃったらもう絶対行きたくなっちゃう、まあこれが切れるからね、あ、そっか、確かにこれが切るんだよ、確かに確かにありがとうございます、楽しみです、最後でした、はい、これまだ着替えちゃダメ、あ、いいよ、しかもみんなミニスカートでいいね、うん、こちらかわいい、ミニかわいい、セーラー服みたい、これ私もう一個終わります、上に着れるようにします、全然上に着替えるの、そう、アイドルじゃん、アイドルじゃん、そんなの、このお腹の見えるラインはへそじゃなくてこの一番細いロッコが見えるように、このさ、ライン完璧じゃない？私はなんかキラキラしてる女の子っぽい、なんか女の子が好きなアイドルみたいなのが結構好きで、なんかずっと私もアイドルやりながらやりつつ、自分とはやっぱ違うアイドルだからずっと憧れてたので嬉しいです、 OK、 ありがとうございます、ハロウィンのドンキの確かに隣に私がいても取れなかった本当に今いや、思った OK、 ありがとうございます、どうですか、なんか 私は途中で衣装替えをするんですけど、前のフィッティングの時はもっと変身した後の衣装を先にフィッティングさせていただいて、今回この海賊を初めて着たんですけど、この、ね、中がね、こうやって着替え後の衣装になってて、これも大丈夫ですよ大丈夫ですよ、中がね、このセーラー服の衣装になってるんです、
なので着替えもめちゃめちゃ早くできましたし、なんかこんなにね、なんかだって全然違う人に見えるじゃないですか。けど上からこうやってなんかいろいろ重ねていただいて、なんか自分のなんか下手くそな絵のラフ画がこんなに素晴らしい素敵な衣装にしていただけるなんて本当に嬉しかったです。海賊感すごいですね。ね、すごいですよね顔もすごい汚してもらいました。すす戦いの後入れてもらいました。こんなすごいですよね。はい、私は今回2種類の衣装を作らせていただいたんですけど、まあ、片方は私の好きなキラキラアイドル感あふれる衣装にして、もう一つはやっぱり遊び人ってなんかコンセプトががっちり決まってるものが結構好きでいてくれる印象があるので、遊び人に刺さるかなと思って作った海賊衣装になります。ギャンパレに海賊の感じ、海賊ギャングちゃんってすごい似合うと思うし、ぜひあなたの推しメンの可愛い姿もかっこいい姿もね、両方一気に楽しめちゃう盛りだくさんのライブになると思うので、ぜひ私アイノスターに投票お願いします。